ボートレースナルズ G1 大津大賞開設68周年記念競争予選の2日目前半戦の最後のカードは注目を集める一戦となりました。昨日はチルト3度見事なまくりを決めた菅文也、そしてドリーム予選を制した峰竜太、同じレースで対決ということになりました。果たしてこの2人どうやら注目人気を集めたようですが、どのような結果となるか注目どころ第6レースの予選競争です。1号艇は今泉優吾、2号艇は森野正弘、3号艇は小野達也、4号艇は菅文也、5号艇は宇佐美純、6号艇峰竜太となっています。今泉のインです。とにかくスタートが鍵を握ります。前を切り込んできた6号艇峰が2コースです。ターンマークあたりの現在ポジションとなっています。中段3コース2号艇動きは侮れませんが、前半レースは大外大敗した2号艇の森野、角引っ張っていったのは3号艇小野達也です。5コース回りとなったら5号艇の宇佐美、そして大外6コースに構えたら4号艇菅です。菅もスタートが鍵を握ります。昨日の11レースは衝撃、チロト3度まくり切りました。インの今泉 100m やや後ろからの起こしとなりそう。第6レースの予選競争です。インコースから1番6番2番3番5番4番です。スタートしました。2コースから6コーディムでセンターから2号艇森野が好スタートを切りました。外から4号艇菅なんですが、いや抵抗気味、それでも一気加勢にまくって6号艇ミネオも飲み込んでいきました。しかし4号艇の菅と6号艇ミネオ突破争いになりました。直線勝負になっています。先頭4号艇菅が6号艇ミネが3番手は2号艇森野が優勢。後方ですが5号艇宇佐美、1号艇今泉、3号艇小野、12第6レーススタートは正常です。4号艇先頭菅、後ろにマークの旋回、追いかける6号艇ミネルタがコーナー迫ってくる。先頭2番手の定冠ですがほとんどなくなりました。捕まえたか6号艇ミネルタ、アウトコースは4号艇ですが突破争いです。3番手は2号艇森野が優勢。6四2か4六2か、レーサー西エジマークの旋回です。人気の2人がつまりない西江島から旋回、外に逃げる4号で菅が決めてくれ、またまた最逆転成功。4号ですが先頭、そして6号でミルが2番手交代、3番手は2号で森野、上位の体系現在は46での体制になりました。後方ですが1号で前されるのは5号で宇佐美、最後後方は3号で小野、レーサー西の2マークの旋回です。2周1マーク強襲見せました。4号ですが西の2マークの旋回からホーム直線コース、もう一度6号でミルなんですが先頭2番手の定冠ですが現在2点審査。4号ですが先頭、6号でミルが2番手、3番手は2号で森野、4、6、2の対になりまして、レーサー最終周回に入ります。まだまだしかし突破争い蹴りがついていません。その差は現在3点審査。先頭4号艇の菅が最終周回1番から最後のバックストレッチへ、そして2番手6号艇峰がキープ、3番手2号艇森野、上位の体系現在は4、6、2の体勢で最後のバックストレッチからこれから最終ターンマークに向かっていきます。2コースケルブは峰だったんですが外から6コースが叩き切りました。そして道中も見事でした。4号ですがラストターバーから最後の直線コース、惜しくも2番手6号で峰、3番手ですが右方で森野、3連単の462ですが 22.7 倍です。最後の直線まもなくゴール、先頭4番の菅がゴリ、2番手6番峰がゴリ、3番手2番の森野がゴリ、1番今泉、5番の宇佐美、ラスト3番の小野がゴリ。